ここはナンバー108の動画で罠を仕掛けた場所で、10日ぐらい様子を見てて、獲物の足跡がなくなってしまったから罠を回収した場所です。今日来てみたら新しい足跡がついてました。罠を仕掛けた途端に足跡がつかなくなって、罠を回収した途端に足跡がつき始めるっていう、まあ、全部がそうじゃないですけど、よくあります。また罠を仕掛けてみます。この先にも一箇所仕掛けてて、どうせそこにも足跡があるだろうから向こうにも仕掛けます。ここもやっぱり罠があった場所を踏まれてます。で、クロスズメバチの心配もないかな。OK、 じゃあ罠を仕掛けていきます。仕掛けました。こことここ、この小さい足跡は前罠を設置した時についてなかったと思うから、多分あの罠を少し掘って確認したのはこの足跡の主だと思います。鹿がかかりました。45キロぐらいのオスです。これから止め差しをします。55キロぐらいありそうでした。無事車に積み込むことができました。暑くて具合悪くなりそうです。というよりももう具合悪いです。急いで搬入します。ありがとうございました。戻ってきました。罠はここに仕掛けてて、向こうからこう獲物が歩いてくるだろうと予想して罠を仕掛けました。でも向こうに新しい足跡はなくて、でここを一つと、あとこのさっきの獣道の向かった先の杉林の入り口にもう一つ罠を仕掛けてます。でも新しい足跡はなさそうなんですよね。ここが2つ目の罠で、
やっぱり足跡はないと思います。ということは僕の予想とは違う道を通ってさっきの今朝の鹿がかかったっていうことになります。ここが罠で、こっちかい。いや違うな、こっち。違う。ここか。ということはこれ、この古い獣道かもしれないです。罠を仕掛けた時には新しい足跡はなくて、あ、これ多分今朝の、どうだろう。あ、でもここかもしれないです。僕が予想してた獣道の横の斜面から降りてきて、であの罠を踏んだのか。ということはここに罠を仕掛ければまた獲物はかかるかもしれないです。ただ木が太いな、これ。こっちの木も太いな。ここ掘ってみていい根っこが出てきたら、そこにワイヤーを固定して罠を仕掛けるかもしれません。